ってみよう。お掃除なさ、隣では路面に鉄板を1センチ厚さぐらいの鉄板を全部で引き鳴らして、多分明日以降すごく重量の重い物資が搬入されるんだと思う。戦車でも入ってくるだろうかね。あんな巨大な鉄板が敷き並べていく、何が入るかわからないけども、もしかして明日初めてトンブロックを乗せたトレーラーが入るかもしれない。そんな感じですね。トンブロックを乗せたトレーラーが何十台と中入ってくる。中は大丈夫なんだ。そこだけ。それが明日だ。いや、もう向こうされてんだ、きっと。中はゲート前だけだ、多分。今、突貫工事だ。鉄板を溶接しまくってる。そんな感じです。